8時だよ音楽道場。はい、トミー・ゲレロ2004年のアルバムイヤー・オブ・ザ・モンキーよりスパイダー&ザ・モンキーお聴きいただきました。すごいかっこいい。最近いつもこれ聴いちゃう。かっこいいですね。かっこいいんですよ。さあということで、予想外にいっぱい、予想外じゃないね、カレーはみんな知ってるんで、メッセージいっぱい来てます。まずじゃあ、僕の方から読みたいと思います。キタチンさんありがとうございます。いつもありがとうございます。カレー大好きです。ただルーのパッケージの裏の後ろ側、箱の裏の作り方からスキルアップできません。ちょうど妻がテレビで水なしカレーの作り方を見たって言ってたので楽しみです。ちなみにカレーは出来たてが一番好きですということです。ありがとうございます。あれですかね、ダッチオーブンで作るやつですかね。あ、そんなのあるの。そうそう、具材だけで水を出すみたいな。あ、水一切使わない、水なしカレーっていうから、もう水を飲んじゃいけないカレーパーティーそういうわけじゃないんだ修行みたいな。辛いけど飲めないそっちなんですか。そっちですかそういうわけじゃないよね。いや多分俺が想像してるの違うよ、ね、修行カレー、修行なんです、ね、そういうことじゃないよ、ね、作るときに水を加えない。俺そっちだと思った。そうだいやいや普通そうだよ、ね、ごめんなさいごめんなさい。いやじゃあ北陣さん、また水なしで作ったカレーが食卓に出てきたら、ちょっとどんなもんか教えてほしいですね。どんなもんだろうね、水なしでも、ね、具材からなんかいろいろ出る。なんかキャンプとかでやったりするんだ。してるみたいですね。キャンプにカレーつきもんだもんね。そうですよね。キャンプってカレーだ、忘れてた。そう、キャンプってカレーですよね忘れてたよ、キャンプそうだった、カレーだった。はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう一ついきます。ラジオネーム、カレーは食べ物、あ、まあ飲み物って人がいるからね、カレーは食べ物ありがとうございます。らしいお話です。日本人のルーツはインドからだという説があるようで、カレー好きが多い原因、理由でもあるようです。中身が薄くて広がらないらしいお話です。すみません。いや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 全然いいです。これはインドからだって。まあでもね、人は流れてきてるからね、アフリカの方から。そうですよ、ね、全然これ広がるどころか、すごい重要な、らしいよっていうよりはもっと重要な言葉がつくような話だよね。ね、そうですね。でもあれだね、その日本で一番かわからないけど独自の発展を遂げてるカレーでしょ。なんかやっぱりインド人とのつながりは多少ありそうだよね。味の好みだったりとか。そうですね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。調べがいがあるようなメッセージが来ました、はい、まだいっぱい来てますんで、ちょっと一気に読んじゃいましょうか。お願いします。はい、ジャニーお願いします。はい、ラジオネーム、匿名のヒロさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。音楽道場の皆さん、こんばんは。こんばんは。僕がカレーを作るとき、ご飯に缶入りグリーンピースを入れて炊きます、うん、カレー本体は玉ねぎ、じゃがいも、人参とトマト缶を入れて作ります、うん、味は中辛が好きです、うんうんうん、以前は牛肉、豚肉、鶏肉でカレーを少しずつ作り形を変えていたのですが、うん、最近は面倒になって作り方を一つにまとめていますっていうことです。全部の種類の肉を入れたカレーを作るってことじゃないよね。どうですかね。いや今日はこれ、今日はこれ。あ、なるほど。あ、そういう感じだよね、はい、グリーンピースのご飯にカレーをかける、それ特徴的だね。グリーンピース、ご飯の方にちょっと手を加えるというパターンね。なるほど。はあ、いますね、いろいろ発想が。ちょっとなんか写真付きで送ってもらったらいいですねメッセージね。もう一つ行きましょう、はい、初めまして、角刈りの嫁です。角刈りの嫁さん、ありがとうございます。テーマカレー、最近めっきり辛いのが苦手なので、うん、中辛がギリですね、うん、肉は豚ひき肉、じゃがいも、人参は1センチ角に切りますね、うん、あ、ちっちゃい感じだね。翌日残ればパン粉と粉チーズをかけて、うん、オーブンで焼き、うん、焼きカレーにするのが分。いや、うまい。カレー焼けるんだね、うん、焼いてもいいんだね、オーブンで。すごいね、うん、ではまたと。ありがとうございます。いやー、やっぱ写真が見たかったね俺らが見れるけどラジオでは見せられないけどまだありますか。あります。お願いします、はい、じゃあすいません、はい、ラジオネーム、ドンファンさんからです。あ、ドンファンさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。私の好きなカリーは稲葉。カリーは
稲葉の缶詰です。あ、知ってる、うん、うまいうまいうまい、うん、クオリティ高い味に仕上がってかなり美味しいです。辛いんだよ結構、あのエビ屋さんに食べれないと思う。稲葉のカレー、あの缶詰のやつですね。そう、黄色ともう一個あるやつかな、ね、あるよね、結構スパイスすごい。いや結構俺はもう、おこんな感じで来るんだと思って辛さ。なんか知ってますよ、食べたことないですよ。コンビニにもね割と置いてあるんで、ね、うん、ごめんごめん途中だった。あ、あぜひ食べてみてくれ、どん。ありがとうございます、はい、まだありましたね。あります、はい、ラジオネームドンファンの妻からも来ます。あ、何何、私の好きなカリーはキーマカレーです。キーマカレー、はい、ひき肉、玉ねぎ、ほうれん草、豆ビーンズ、ニンニク合わせると最高に美味しいです。ドン、なんか聞いた音がしたけど、デジャブ起こった、デジャブ起こった、デジャブ。ありがとうございます。あー、キーマカレー、キーマカレーが普通のカレーなんだ。なんか洒落てるね。すごいっすね。家のベーシックなカレーはキーマカレーでしょ。てかさっきね読んでるメッセージいただいた人たちもなんかベースの普通のカレーがちょっとおしゃれだね、はい、そうですね、おしゃれです ね。何カレーなんだろう。ただ今のところ判明してるのはエビ屋さんちのカレーがイギリススタイルだっていうこと。そうですね、それが判明してる。そうなんだかんだね、ウィキペディア先生によるとね。あ、でウィキペディア先生による情報まだあるんでちょっと話したいと思うんですけど、はい、日本のカレーは明治時代に伝わってきた。どっから伝わってきたと思う。やっぱそっちのそっち系じゃないですか。あの大陸から流れてきたと思いきや、はい、イギリスから伝わったと。へえ、うん、ちょっとじゃあうちのルーツは合ってる。そうそうそう、あのストレートだよね。あ、ストレート、うん、ストレートにイギリスを受け入れてると。あ、そうなんですか。イギリスなんだ。イギリスのカレーをもとにあのカレーライスは洋食として普及してるの。でカレーイコール洋食っていうイメージも間違いじゃないし、インドからのイメージも間違いじゃないし、タイはタイのカレースタイルがあるし、いや洋食って言われれば洋食っぽいっちゃぽいような気もします。なんか俺の中であの洋食屋さんにハヤシライスとカレーであるでしょ、はい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 、赤いあの福神漬けがあって、うん、はい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 、ああいうの食べたくなる時あるじゃん、ああいうカレーがありますね。ね、あれみんな知ってるカレーだよね。あれ洋食のイメージなんだって。そう、さっき言った、日本以外の外国人の多くの人はカレーといったら煮込み料理だと、はあはあ、カレーは煮込み料理っていう認識があったりとか、あとねさっき言ってたね、最初に言ったカレー、カリーのカリー言葉のルーツ、名前のルーツはインドの固有の言語にはカレーという言葉はないらしくて、インドの言語にはね、はい、インド多分いっぱい言語あるんだろうけどその中にはまあない、はい、でただしドラビタ語族、ドラビタ族っていうところの言葉かな、はい、ドラビタ語族には野菜、肉、食事、おかずなどを意味するカリ、かっこタミル語、タミル語でカリっていう言葉があるらしいのね。野菜、肉、食事、おかずの意味を持った、はい、その言葉が転じて英語のカリになったんじゃないかっていう話が。あ、そう、インドではなんて言うんですか。じゃあインドカレーってんじゃない。だからもうカレーって言えば通じちゃうし、英語圏じゃん割とインドって。あ、そうなの、ね。まあ、南に行けば行くほどなのかもしれないけど、うん、英語通じるから IT 産業すごいじゃんインドって。だからカレーで通じちゃうんだろうけど、あ、なるほど、まあ、語源というか元をたどるとタミル語のカリからカレーに転じたんじゃないかと。はははは、そうそうらしいんですよね。どこが発祥なんですかね。あのね、うちあの最近子供がね少し話脱線しちゃうんだけど、はい、アンパンマンの CD を下の子がよく聞くんだけど、はいはい、カレーパンマンの歌があるんですよ。はい、あ、カレーパンマンの歌で、そう、カレーパンマンについて歌う歌っていうか、カレーパンマンが歌うんだけど、はい、それがね、どこから来たかわからないがっていう歌詞があるんですよ。そこちょっとぼかしてるんですよ。お、まあ、調べた結果かそういう歌詞にしてると分かんなかった、うん、まあ諸説あるからっていうのもあるだろうし、なるほど、子供に嘘を教えちゃいけないっていう強い優しい心が働いてそういう歌詞ができたのかもしれないけど、なるほど、とにかくそうカレーパンマンの歌にはどっから来たら、どこで生まれただか、いやでもそれはマジ正直な歌詞ですね。多分でしょ、はい、ちゃんと考えて調べた結果分かんなかった、うん、そうそうなんですよ。
やアンパンマンは信じてる人なんでアンパンマン強いからね。強い。子供がやるアンパンチとか半端じゃなく痛いじゃあそれ手加減した方がいいんじゃないかなと思いながらそう、とにかくそうカレーの、ね、発祥はちょっとあんま分かってな い, かってないインドのイメージは強いけどね。そうですね。といったところで次の曲に行きたいと思います。3曲目、ブライアン・イーノで1983年のアルバムアポロよりディープブルーデイお願いします。